できた人と、また春、花がね、綺麗な花が咲くように、またそういう自分たちのことを思い出せたらいいなっていう、そういう歌です。きっと、いろんな出会いがありますね、人生の中で。皆さんもそういう出会いとか、別れとか、そういう思いを重ねて聴いていただけたら嬉しいです。では、春咲く奇跡。二人で育んだ奇跡は巡る。
は実は結構泣いていて、小学校で4年間の日々が本当に大きくて、なんか音楽の道を目指そうと思って決めた道なのに、もう毎日なんかちょっと子どもたちのことを思い出すと泣いちゃったりしている時があって、でもやっぱり新しい出会いはまたさらに素晴らしくて、すごく温かい先生方だったりと子どもたちに恵まれて、本当に音楽の、本当に没頭することができて、別れとか、出会いって本当に辛いけど、乗り越えるとまたさらに人生が、新しい人生が開けるんだなっていうのを今年1年すごく感じてまいりました。きっと皆さんにもまたいい出会いがありますようにという気持ちで、出させていただきました。次の曲、あと1曲弾き語りをお送りします。これは私の弾き語りの代表曲になってしまったかな、ちょっと恥ずかしいんですけど、めったに実は歌わないようにしてるんです。